ラベンダーさん、バラありがとう。よっ。はぁ、あ。今日も、ちょっとお腹痛い。一気にご飯食べ過ぎたかもしれん。今日の夜ご飯はお好み焼き。お好み焼き。最近くるくるが研究生の要だと思ってる。本当ですか？頑張ります。ホステラローサさん、バラありがとう。嬉しい。そう、チビティ、そうチビティみたいに。そうなんよ。しかも半袖じゃけめっ寒、寒すぎる。ほんまに。クルリンパさん、イモムシありがとう。ナラセンシルさん、ハートありがとう。え、今日食べたお好み焼きは、え、広島ふ、関西風？どこのお好み焼き食べたっけ。私は27日のライブ当たった。おおめでとう、ありがとう。待っているよ27日。意外にすぐ来る絶対。またくしゃみ出そう。お好み焼き一緒。無意識のご飯共有。ん？胃の中共有。ん？胃のエアドロか。無意識な胃のエアドロ。キズナさん、バラありがとう。明日健康診断なのにもう何も食べれない。マジ大変よ、大変よ。チョコとかチーズとかいっぱいあるよ。食べちゃえよ。絶対ダメ。もう場面に書いてた体感の話、実はお話し方褒めるつもりだった。え、そうなの？嬉しい。楽しみにしとこう。23日。ワイリンガルさん、かわいい、ありがとう。かわいいくしゃみ？ほんと？ちょっとうるさいくしゃみじゃなかった？うるさいくしゃみ。カムカムさん、コーヒーカップありがとう。そう、豪快じゃろ。そう、豪快じゃろ。ジローさん、チョコのバラありがとう。20日の大抵出たの？わ、聞いてない。出たの？待って、いつの間に？え、知らない。会場は出たかな。何時だ。あ、かすみさんとしたら当選した。おめでとう、ありがとう。つなまよさん、猫ありがとう。赤いサンタさん、チョコのバラありがとう。27日当たってからスーツで行く。お、スーツで来るの？いいね。見つけます、スーツ。関西風のお好み焼きは食べたことある。今までずっと広島風を関西、違う、ん？広島風を関西風だと思って、あ、関西風を広島風だと思って今までずっと食べてきてました。私はだから、私が好きなのは関西だった。関西のお好み焼きが好きだった、私は。つなみさん、かわいい、尊い、ありがとう。くしゃみもエアドロしちゃう。 Bless you. Bless you. 広島駅のみっちゃん、おいしいよね、みっちゃん。え、そう、27超えるし OK なんよ。そう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 、 OK なんよ。そう、聞きたいと思います、皆さんの声を。でもね、みんなね、結構ね、出さん気がするな。なんかね、この前のフェスの時20、あ、ちょちょちょ、ベビーフェスだったっけな、超えるし OK、 あ、違う、ベビーフェス、あ、ギガギガか、ギガギガも OK だったし、ベビーフェスも OK だったけど、みんなちょっと遠慮がちに出しとったんよ、声を。遠慮せず、多分まだその、本当にいいんかな、
っていうのがあって控えめだったみんな。褒めツイートしたから後で読んでみて、読みに行く、ありがとう。今日から始まったくじ引きくるくる出た、ハートがないのが悔しい。待って、なんだろう、なんだろう、バレンタインかな、バレンタインのくじ引きくるくる出た、おめでとう。くるくる一発で出た人今日多かった。山さんいちごありがとう、トウイさんバラありがとう、ありがとう、ヤシンさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。20日は Spotify、 あ、やっぱ多い人なんだ。4時35から5時、あ、ちょうどまあおひ、あ、ちょっとお昼、夕方の時間帯ですね。え、他にその時間帯でその会場誰が出るんだろう、そっちが気になっちゃう、私のオタク心。トイさんバラありがとう。あ、造船所もあったね。造船所は比較的ちょっと大きめだったかもしれない。造船所、造船所。そう、全力声だし。でも確かにマスクしてたらね、息が。新規だけど声出し頑張ろうかな。ぜひ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 。声は裏返ってもオッケー。柏木まさきさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。あ、くしゃみでしまった。ホワイトデー3月14か12かと思っちゃう。タカさん誕生日だから覚えます。え、3月14かホワイトデーは。もうホワイトデーもバレンタインもなくなっちゃえばいいのに。竹松留さんチョコのバラありがとう。スケモーさんバラありがとう。もうさ、チョコとかさ、なんかさ、もうさ、ちょっと撲滅、くるくるはバレンタイン撲滅委員会を開設しようと思います。どうですか。くるくる本当に可愛いよね、ありがとう。嬉しい、ありがとう。歌唱力キャンセル待ちを待ってる。キャンセル待ち、そんなのあるの、キャンセル待ち待ち。キャンセル、いや、キャンセル出ますようにって言うのもあれか。気まずい、その微妙なライン。来てほしいけど、そう、造船所はね、そう、声出しが OK だったから音響トラブル回避できた。いや、そうよね、声出しなかったらもう絶望の淵だったわ、マジで。無言で男子の夢奪わないで。でも賛成、同意の意見も結構ありますね。チョコ。あ、20日も研究生の前、かすみそうとステラさん、え、そうなの、すごい、なんかすごい、あの当日、対バン当日前に挨拶できるんだ。おしるさんレインボースターありがとう。え、くるくるお互い好きです、だって嬉しい、嬉しい。頑張ります。福田香里さんのアンパンマンチョコ、それはいります。てかもう食べちゃいました。食べちゃいました。おしるさんバラありがとう。昔公園でコールするときどの席が DMM に乗りやすいか研究してた。何その研究。あと面白い、どこの席が一番移りやすいの。あ、バレンタインでは自分用のご褒美チョコが流行ってる。いや、確かに、いや、そうよね、みんな自分用に。なんか私マジでプレゼントとかのセンスがなくて、チョコもなんだけど、なんかその先輩にもあげたけど何がいいか分かんない。誕生日プレゼントとかもそう、何をあげたら喜んでくれるのか分かんないから、
で人によってそのあげるものを変えたりとかもするのもなんか考えるのが、島次郎さんかわいいありがとう、ちょっとまあまあ めんどくさいとか言っちゃったらちょっと あれなんだけど難しくて、何をあげたらいいんだ、そういう気持ち、まあ何でも嬉しいよって感じじゃん正直、まあ気持ちやんそんな。でも全然そのセンスがなくてプレゼントの、そうだからなくなってほしい、そういう文化プレゼント交換系文化、あともらったら高めでお返ししないといけないじゃん、その文化もちょっとなくなってほしい、難しい。夢力があったらガチ恋工場するかも、あるのかないのか楽しみに、まあでもまあまあまあ欲しいいただきます、持ってってください持ってってください。え、客席にマイクあったの、え、コールって、え、客席にマイクあるの、そうなんだ、客席にマイクあるから DMM に乗るのか声が、え、なるほどね、確かに。今日チョコ食べるよ、今日はねノーピーがくれた、ノーピーがねなんか飴のチョコみたいななんか不思議なやつくれたから後で食べる。チープさんバラありがとう。昔電力コールして翌日声枯らして仕事に怒られた、怒られるの、いや声枯れるよね、枯れるよね叫んだら。メイク見つからなかったからチョコレートケーキ買いました、くるくるもらった感じで食べたよ、見たよ、ハセタグ天才です。天ぷらアイスさんバラありがとう。いや気持ちよね正直、そうお返しも悩む独身男性いや本当に独身男性、私プレゼント OK だったらくるくるにプレゼント送る、えー、嬉しい、なんか手紙まだ、それそんなことより手紙まだじゃない、だってさ、そうなんかこの前見たわ、あの2期生さんの時は研究生の時も手紙 OK だったんよね、なのに自分たちはダメだからおかしい。竹松留さんレインボースターありがとう。本店は客席の天井にマイク、そうなの、ちょ声を入れたかったら上に向けて言ったその DMM に乗るかもしれん声が。オロチさんバラありがとう。デートで割り勘したら怒る、1回目なら許す、デートで割り勘、でも私基本おごられるのあんま好きじゃないから割り勘でいいかな、だってさ気使うくない、割り勘で割り、え、おごるよ、いやいやいいいいいい大丈夫大丈夫、いやおごるよ、で大丈夫大丈夫大丈夫の会話をするでさ、その男性側もさおごるよ、え、いいんですかありがとうございますだったらまだ早いじゃん、なんかあそんなすぐおごるよっていう言葉を受け入れるんだ、そういう女性なんだ、でいいですよっていうタイミングがまあ一応いるじゃん、その時間いらないので割り勘でお願いしますくるくるハートの赤いのかな、ハートの赤いのついた服この下に着てる、まだ見せるか迷ってる気分ちょっとピチピチすぎて服が、カステラ公園住所登録してなかった、登録したらチケット取れてた、この配信見ててよかった、え、住所登録しないとチケット取れないのカステラ公園、え、そうなの、オロチさんハートありがとう。今日もやりてあげたのでくるくるの気持ちの負担にならない、星だまた星ならないなら、ならないなら後で見るね、ありがとう。そうファンレターね、いつなんだろうね、ナイトさんバラありがとう。でも私あの運営さんに言ったんだよ、もう2回ぐらい言ったよ、お手紙まだですか解禁って、ああ考えとくね、ちょっと考
考えてくれない。え、まあ男性から割り勘でって言いづらい。確かにね。いや、そうよね。じゃけもう、あ、黙って払う。あ、もう先にね、その、あ、もう払っといてよってやつね。そう、二階堂ふみさんも割り勘がいいって言ってた。理由は対等で言いたいからかっこいいと思った。かっこいい、二階堂ふみさん。あ、二階堂ふみさん顔好き、顔好きな人多いな、私。割り勘端数は出させてください。え、1100円とかの100円は端数っていうのは1100円とかの100円かな。あ、面白い。自己紹介の後の拍手中に、まるまるちゃんがいっちゃん可愛いよって DMM に載せたかった、載せたかったわけ。そのあれやっとったんかな、あのなんだっけ、あの研究しとった。え、載せられた、それは載せられた。まえちゃんハートありがとう。バレンタイングッズまだ届かんからパティシエアクスタ使いました。そうね、バレンタイン当日にないね。まあまあ、パティシエアクスでも可愛かった。あ、ちょっと日本語が、パティシアクサでも可愛かった。ガトルさんバラありがとう。ポルタ、間違えた、ポルタアクリさんバラありがとう。中身さんドトイありがとう。昭和の男は基本女子には払わせません、キラン。そうなのか。でもさ、なんかそこ難しいよね、めっちゃ。なんかそういうのね、男性側もさ、女性みんながさ割り勘でいいっていう考えではない多分人もいるじゃん。わ、この前、なんかこの前じゃない、つい最近なんかさ話題になっとったくない、深田あゆみさんの、あのなんか割り勘は、違う男は、男性はおごって当たり前だみたいなやつ。なんかそれでさ、ちょっと炎上みたいなしてたの見たわ。なんか難しいよね、人生。くるくるの顔好き、嬉しい。小声じゃなくて大きい声で言ってんだよ。あ、1100円なら2で割れる。確かに。確かに。男性はトイレ、ウォシュレじゃないわ、これは。トイレに行くふりして、WC に行くふりして、先に支払いします。すごい。なるほどね。かっこいい。あ、もう払っといたから、出るだけだよ。いいよいいよ、の隙間与えない感じで、ね。確かに、スマートだ。チャットで見た後で感想あげても、あとって感想あげても大丈夫？求められてるのと違ったらとか思うと、全然大丈夫。食べ猫さんバラありがとう。マキマキマキさんリンボスターありがとう。え、でもね、そう、端数、割り勘の端数とか私、あの逆に、あの、多めに払うタイプ。あの結構さ、友達同士とかでも割り勘とかあるじゃん。今日もね、ちょっとあずみとスタバ行っちゃったんだけど、のダイエットするとか言っといてスタバ行っちゃったんだけど、あの一緒にね、なんかもちもちドーナツみたいな、なんかちょっと、まあ、よく名前忘れたけど、なんかそんなの食べたんだけど、割り勘でね。あ、今日は別にそんな端数は出してないわ。なんか100/32円を割るみたいな、なんかさ微妙じゃん、微妙な数字。130円とかでも150円渡したりした方が楽だから、もうぴったりあげるっていうより130円だったら150円
なんかわかる？あ、芸人の世界では先輩が払う。え、聞く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 。言うね、確かに。そう、でもお母さんも気を使ってくださって優しかった。だから逆に私が先輩になったらそれはおごりたいなと思う。そう、逆にそう、先輩になったらあの割り勘でとは言えない。確かにそっち側の立場になるとね。そう、ぴょんぴょんバラありがとう。スタバはね、オペラ、オペラなんとかってやつ、なんかチョコがすごいかかってて、金箔みたいなやつがかかってるやつに。緊張してた、くるくるが頑張れって画面に言ってた。何それ何それ、何それ何それ。あ、カードで払うから割り勘だと変な感じになる。確かに確かに、そこも難しいかも。カードで、あ、あ、え、あ、みたいになるの。確かにカードね。もこもこ靴下向こうに忘れた向こうに忘れた。あ、チャートル公演見ての感想。待って、なんだったっけ。緊張してたくるくるが、あ、無意識に頑張れて画面に打ち当てたってこと。ありがとう。多分頑張れた、そのおかげでそのおかげで。怒られたくないのはもしかして借りを作りたくない。え、どうなんだろう。でも私結構お金関係ちょっとあれじゃ怖くない。なんかでも忘れちゃう、私そのお金借りたりしても返すのとか忘れちゃうタイプだから、もう借りないのが一番だよね。でこの前あずみんとさ遊んだ時にさ、化粧品買ったんだけど1000円足りなくて、あずみん1000円貸してって言ってさ、あずみんにさ1000円借りたんよ。それもねちゃんと返したよ、ちゃんと返したよ。そう、忘れとって、あずみん1000円って言って。そう、1000円結構大きいよね、1000円借りるってそう、もうレジの前で1000円足りんってなって、あずみんにもらったけん、貸してもらったけん。ペイペイの割り勘機能使ったりしない。なんかね、ペイペイ自体ね使ってないかも。ペイ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 、え、バトンまた見せたい。私昨日ね配信終わった後回したらね、めっちゃ回せた。あ、思っていたよりも回せた。そう、安住、いや安住ってよかった。え、そう、貸した方言いにくいよね、わかる。貸してからお金返ってきてないな、あのお金って返してって言いにくいからさ、それはもうさ借りた側がさしっかりさ借りたから返さんとって思うとさいけんじゃん。私貸して帰ってこなかったことあるから、でも帰ってきてないって言えないから、もう泣き寝入りじゃないけど、まあいっかで済ませることあるから、お金関係はちょっと。兄に貸したなんと、うん、まん返ってこないまあ兄ならまだね、あ、兄ならまだ許せる許せる。くるくるポイントとか食べないかも、あんまり。あのカラオケ最近食べてる、一人カラオケよく行くから。まちゃんさんバラありがとう。めっちゃ返せって言う。え、でも言えるくらいがいいよ、正直正直正直。まあでも、まあ、あの小学生の貸すは、小学生じゃないわ、中学生、中高生のお金貸すは、まあ、300円400円ぐらいだけど、でもさ、まあ、返すのが当たり前じゃん。でもまあまあ、え、そういうのあげるつもりって言うよね、言うよね。ちょっともこもこ、あの
ハンカチじゃない靴下取ってきます。配信こっちこっちよ、こっちこっちおいで、こっちが入ってきた。コロちゃんこっちも、こっちこっち来て。あ、この声キモいかも。こっちおいで、こっちおいで、ちょっと待ってね。コロちゃんあっちの部屋戻ってきました。コロちゃん全然こっち来てくれなかった。コロちゃん、コロちゃん抱っこしようとしたら逃げられた。あ、逆に返せって言える人にしか返さない。確かに頭いい、それが確かに一番いいかもしれない。だっていやそうよね、確かにね、貸しても返せって言えたらね、いいもんね。そう、声のトーン上がるんよ。コロちゃん呼ぶときもマジ可愛くて、コロちゃんおいで、もこもこ。なんかさ、靴下ね、いくよ、いっせーので、じゃーん。なんかでかでか、なんか大きくない？長い、もっとさ、ちっちゃい 靴下かと思っとったんよ。もう可愛い、可愛いですね。なんかタグも可愛い、タグっていうかなんかアイスクリームの形してる。待って、やばい、 もこもこ。まだ履いたことないから手につけちゃおう。パンダさん本物だった。そう、可愛い、もこもこ。ちょっとさ、なんか値段書いてあってリアルなんだけど、やだやだ。コロちゃんだって部屋がぐちゃぐちゃだもん。でもくるくるのこと好きだから来てくれると信じてたのにな。コロちゃん、これ靴下だよ、でかいよね。えルルソックス見えるよね。想像のはるか上向く、いくもこもこ。ほんまにめっちゃもこもこ。柄もね、かわいい。見える？あ、見えるね、かわいい柄も。藤玉さん、バラありがとう。いや、歌もまだ歌もまだ届いたら、そう、確か、まあ頑張ったら届くかもしれん。クレインパさん、チョコのバラありがとう。確かにジェラピ系のパジャマに合いそう。確かに確かに確かに。そう、値札、そう、値札ついとんよ。偽物扱いしてくるくるが面白かった。いやー、偽物だと思ったよ。パンダは、パンダさん来た時は、あ、これくっついてるわ。今日は着れないな。あ、でもこれは、これブチってやらない方がいいか。ここが、あ、ここが、あ、あ、待て待て待て。あ、だ、大丈夫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 。かんちゃんさん、チョコのバラありがとう。パーさん、バラありがとう。これ、あ、コロちゃん白なった。あ、コロ、これコロちゃんの、コロちゃんかわいい。今、え、値札見えた？こちら、クリボーさん、バラありがとう。そう、アシデスさん、バラありがとう。これ着てみる？あ、着るじゃない、履いてみる？今日の靴下は普通にこれ履いてた、今まで。くも、ほよさん、ハートありがとう。Bless you。まだくしゃみ出そう。
ワイリンガルさん可愛い、ありがとう。クルインバさん可愛い、ありがとう。くしゃみ出すからほんまに。おお、おめっか。マイガーシュ。見えないな足は。待って、包帯巻いてるみたいになった。どう？履いた、履いた、履いたけど見えない。配信ね、今日くしゃみ多い、やばい。花粉症で嫌なんだけど、花粉症になったらさ涙出て鼻水もずっと出ちゃうよね。花粉症嫌だな、なりたくないな。確かになんかめっちゃルーズソックスだわ。見えない、見えない。あ、似合ってる？ほんと？あ、これじゃ足が上がんないよ。そう、足見せようとしたらちょっとそう、事故りそう。サイズぴったり、ぴったり、すごい、ぴったりギプスに見えるよね、ギプスみたい。え、花粉症ね、ないよね、まだないんじゃけど、なっとんかな、こんなくしゃみが出るってことは。これです、めっちゃ包帯に見える。え、めっちゃ包帯なんだけど包帯なんだけど、かわいい。なんか JK みたい。かんちゃんさん、チョコのバラありがとう。 JK みたい。え、今年の花粉やばい、マジ。待って、めっちゃ今日、今鼻水出る。福ちゃんさん似合う、ありがとう、似合うギリ膝まで来なかった。そう、ギリギリ。あったかそう。あ、あったかい、あったかい。くるくるもアムラ、アムラ中身にしました。アムラデビュー暗闇でおじできてないな。もうもう大丈夫そう、青じは。あ、 JK か、私 JK みたいとか言ってJK だった、 JK だった。で、これはちょっとこれ剥がれかけて、出た出た。え、平年の 2.7 倍花粉の飛散かな。花粉、え、やばい、 2.7 倍。花粉ってさ、蓄積されてさ、蓄積されてさ、花粉症発症するんじゃろ。やばいかも、そろそろ花粉症なるかもしれん。無理ー、ずっと愛してる、ありがとう。かわいい、ほんと。そう、ハートの主張強い。真顔が違う。私はバレンタイン撲滅委員会会長の来島優香と申します。皆さんはバレンタインいい思い出ありますか。私はバレンタインを撲滅するためにやってまいりました。可愛い、嬉しい、本当可愛くできてる。花粉症仲間、え、どうしよう、花粉症仲間やめとこうかな。トイさん、ハートありがとう。確かにシンプルすぎて逆に面白い。確かに、いや確かに、なんか派手に見えて逆にシンプルよね。
バケツがいっぱいになったら発射する。え、だよね、私そろそろバケツいっぱいになりそうなんだけど。くしゃみ、くしゃみじゃない、花粉症。観客にこの格好の人いたら捕まる。いやだってこれもうやばいもん、絶対絶対やばいもんこれ。こんな人いたら会長ついてきます。私についてきてください。確実に皆さんを幸せにすると、このバレンタイン撲滅委員会会長のこの私が誓います。化粧嬉しい。トメさんハートありがとう。あ、ハートたくさんありがとう。クルクルからもらえたら幸せ。おお、チョコが。じゃあ私バレンタイン撲滅委員会会長がチョコを差し上げたいと思います。ハートの人がそうバレンタイン否定してますよ。これでこれでよ。愛を大切にしてそうな人が。ピンクのストローさんありがとう、ありがとう。マスタカさんコーヒーカップありがとう。似合ってる。ぴょんぴょんハートありがとう。生誕ですこれ。みんな来てくれるこんなの、生誕祭に。来てくれる、この T シャツ。やだ。あ、ぴょんぴょんハートたくさんありがとう。よくちゃんさんとっといありがとう。よくちゃんさんいいねありがとう。トイさん芋虫たくさんありがとう。クリスマスは撲滅いたしません。クリスマスは許します。中身くん中田さんバラありがとう。いや切りくいよこれ。これ生誕 T シャツやばいよ。でこれ着てこんと会場には入れません。これを自信持って着れたら会場に入れます。これでバトン振る。待って、これでバトン振る、やばいよやばいよ。背中はハート書いてないよ、何も何も書いてない。そう、ハートがダウイルスにやられてしまったみたい。しょ、バレンタイン撲滅委員会は一定の界隈には批判されるので一旦隠れておきます。チョコをもらった男性陣や女性、好きな人にあげて恋が実った女性には批判されてしまうこのバレンタイン撲滅委員会、静かに活動します。うん、うん、え、待って、最近 STU の楽曲聴き始めて名曲揃えたなと思っています。だって嬉しい、こんな変な私こんなのしちゃって申し訳ないです。名曲本当にいい曲たくさんあるので。あ、そうですよ、あの4月のコンサートでは皆さんからの曲の投票でベスト20コンサートで曲を披露しますよ。この T シャツね、さっきの靴下、素敵なファッションでしょみんな、これとこの靴下素敵でしょね、素敵でしょね、素敵でしょ。踏み絵 T シャツ、いやそうよ、生誕祭ガラガラになっちゃうよこんな生誕 T シャツにしたら。勝丸さん尊いありがとう。
山さんハートありがとう。秘密結社、待って初めて聞いたな、秘密結社。山さんハートありがとう。くるくるチョコはもらいましたよ。あのノーピから、ノーピから。待ってコメント遅いの私。下はパジャマを上に上げて見えないようにしてる。よしコメント落ち着いた。履いてるよ、履いてないと思った、もしかしてパジャズボン。パパお父さんにはあげてませんよ、もちのラン。そんなちょっとバレンタイン、私はまあバレンタインには重きを置いておりませんのでっていう演技。くる、待って、星だ。最善狙える。くるくる生誕 T で最善を固めたい。皆さんならできます。あ、45分、ありがとう教えてくれて。45分、真面目な話、ノーピンのイベント応援した方がいい。いや、そうなんよ、そうリオツンからもね、そう相談がね来とった。今日と、あ、大変そうだったリオツンも。マスタカさんいちごありがとう。けどもうでも自由ですよね。もうそんなの応援したいと思ったら知る。もうそんでも無理。今の経済的に無理だって思ったら、そんな無理するのもね、それはそれで大変だと思うし、難しい。柏木まさきさん、レンボスターありがとう。裸にコート着た人みたいな扱いしてる。やだ、そんな扱いしないで。やだ、もちのロンという言い方がある。え、待って、自然に言ってた。もちのロン。お母さんもお父さんあげてない。え、ココアさん欲しいって言ってたけどどうするの。そう、ココアさんにあげたいと思ってもう買ったんだけど、でも会う機会がなくて会えないんだよね、多分。次のお話し会会えるか会えんか、23日になっちゃう。でもさ、もう買ってしまったけんさ、多分それはもう多分あげた時にはもう賞味期限というか、あれがあれだから、また新しく買い直しはなきゃ。ミルクティーよろしく。サンバラありがとう。この配信のチョコレート以上の価値がある。お、うまい。うまいぞコメント。今のくるくる見てると、なんであのアーシャになったんだろう。まあそうだね、まあ、まあマサルさんも出てるから応援しづらい。まあそうだよね、まあもう正直、うん。ナムナムさん、かわいい、ありがとう。自由です、人生自由です。星、いや、もちろん星投げ、そう、星投げとかはね、もう無料でできる、無料でできるのでね、星投げとかは OK っていうか、うん、行くのもめちゃめちゃありだと思う。全然それでくるくる倒しじゃないのとか言わないし、なので
まあでもその思っ自分で自由で、全て自分が正しいと思っていいよ人生そう思ってないと生きていけないよ。そう、賞味期限切れるかもしれない。そうココアさん、しょうがないな、しょうがない、もらおうか、すいませんくださいじゃああげちゃおっかな、あげちゃおっかな。それではそろそろスクショタイムしたいけど、こっちのスクショ、こっちのスクショいる？このスクショいる？いきます、スクショタイム。お見送り、毎回お見送りでくるくるの後ろのアピをする気味だから、全てはのおび、いやそう、でも結構それ傷つくって言ったらあれだけど、傷つくっていうか、あスルーされたって思うから、お詫び、お詫び、大切あ、こっちのスクショ、オッケーオッケー、いいよ。靴下どうしよう、いや寒そう、寒いよ寒いよ。まあでも元気な女なんで。待って、どうどう、筋肉ある、あるかな筋肉、見て、どう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 、いくよ。筋肉ある系女子、え、これ筋肉じゃない、もしかして、え、これ筋肉？どっち？なんかやだな、なんかなんかやだな。今日くるくるの発言めっちゃ良かった、本当？良かった。そう、これちょっとキャッシャーさがね、ちょっとね、ちょっと私はね、ちょっとあれなんだけど、コンプレックス、この肩幅の狭さ。バレンタインっぽいポーズ、細い、あこれ筋肉もし、あ筋肉、あごめん、動いたら取ろうとしたのに動いて事故がなる、ごめんルカさんバラありがとう。あ無駄な、無駄な肉がない感じ、ほんと元気な子好きだよ、くるくると言ってない、多分それくるくるのことかな待って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 、この自殺、自作自作自作、バリバリの筋肉です、レッスンすごく頑張ってらっしゃる証、え本当嬉しいわ。登り棒とか得意だったので、私あのクライミングとかするタイプの人間なので。あそれではちょっと服着たバージョンのスクショタイム、筋肉を触らせてよ、ルカさんバラありがとう。もこもこ靴下ポーズ、ちょっと行儀悪い、バレンタインで優香の愛がまた深まりました、しっかり受け止めました、キュンキュン、カンジャーさんかわいい、ありがとう。それでは男女、いろんなハート、これもある、きつい、こう好きになれただけで
なんて幸せ、曲げてるとこなんだと思う。今ちょっとスクショの対面入院中、いやくるくる入院中、いやほんまになんか包帯みたいになるんよこの靴下それではポケットからキュンです。男女読みたいと思います。13位、竹まつるさん、ありがとう。12位、福ちゃんさん、ありがとう。待って、真顔くださいって書いてる。11位、松坂さん、ありがとう。10位、ホセデラローサさん、ありがとう。あ、待って、変わっちゃった。13位、福ちゃんさん、ありがとう。12位、松坂さん、ありがとう。11位、山さん、ありがとう。10位、オロチさん、ありがとう。9位、カンちゃんさん、ありがとう。8位、ホセデラローサさん、ありがとう。7位、まっちゃんさん、ありがとう。6位、ピンクのトトロさん、ありがとう。あ、ちょっと怖い待って、怖がられてる、めっちゃ。6位、ピンクのトトロさん、ありがとう。鼻水が。5位、柏木まさきさん、ありがとう。鼻水が。4位、つなまよさん、ありがとう。3位、ぴょんぴょん、ありがとう。2位、中村さん、ありがとう。そして1位は、ドゥルル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 ルトイさん、ありがとう。トイさん、ありがとう。皆さん、今日も配信を見てくださってありがとうございました。バレンタインは、え、カムショっぽい、やだー、最悪今日も癒され配信ありがとう。こちらこそありがとう。優勝ありがとう。銀河一ありがとう。あの、バレンタインは撲滅委員会の会長をやらせていただいてるんですけど、皆さんからの愛は年中受け取る姿勢を表していますので愛ください。それでは、あ、明日は朝配信じゃ、明日は朝配信です。7時ぐらいかな、多分。ぜひ待っています。今日はバレンタイン、あで、2月23日の話し会は、くるくるからの愛を伝えさせていただきます。あ、忘れてた。愛してます。ありがとう。忘れてた。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみ。Thank you.